日本東京都葛飾区亀有亀有は東京都葛飾区北部にある地名。現行行政町名は亀有り1丁目から亀有り5丁目。郵便番号は1 2ロ0 0 6 1以前の亀有地域は日立製作所や日本市業三協などの工場を要する工業地域だった。現在、これらの工場は撤退し、 主に JR 常磐線亀有駅を中心とした商店街と完静な住宅街から形成されている。また、亀有駅を中心とした生活エリア全体を隣接する足立区域も含め亀有と呼ぶケースもある。中川の西岸に位置し、北は足立区に接している。隣接する行政上の町名は、北は足立区、中川及び東は、 東は中川を挟んで対岸に新宿、南は青戸、白鳥、西は西亀有である。西亀あは1965年の住居表示実施までは沢良町と呼ばれた地域である。南東の青戸の向こうには国道6号が通る。なお、地名から亀にちなんだ物品、モニュメントも地域内に多く存在する。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、亀有2の18の7の地点で29万5000円平方メートルとなっている。有を亀有地域北部にある JR 常磐線、亀有駅を中心とした地域は、葛飾区内でも有数の商業地域であり、かつては駅周辺に強小な商店街が連なっていた。約20年に及ぶ南口再開発事業の末、 1996年に4棟の商業ビル、マンション、駐車場等を要するリリオ商店街が開業した。当初は声優が亀有西部店での出店を予定していたが、バブル崩壊で出店中止となり、再開発事業は1年近く頓挫。結局、各テナントとして伊藤洋華堂が出店した。その他、多目的ホール、亀有 リリオホールや葛飾区亀有地区センターなどが所在する。亀有は南北両側の商店街に下町の香りを色濃く残しているが、この再開発で大きく変わりつつある。さらに、2006年3月3日にリリオ以来の大規模再開発として、日本板上亀有工場跡地に大規模、ショッピングセンター、有を亀有が開業し、商業地域はますます活況を呈している。 この地域はかつて亀、無、亀無しと呼ばれていた。欧永五年の下宇佐国火災三厨や注文で亀無、永六二年の小田原州所領役長で亀無しの表記が見られる。この名は、低室地帯の中に亀の甲羅の形をなす土地だからということで付けられたと言われている。この地名はなしに通じて縁起が悪いとされ、江戸時代初期に 小報告エズを作成するための報告書提出の際、現在の名に改められた。サンバリョ像2020年1月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。新たな鉄道路線として、東京地下鉄有楽町線の延伸計画や、関七高速鉄道の建設計画がある。江戸時代は、 水戸公文像が立地する場所に、水戸街道の一律化が置かれるなど、交通の要衝だったが、大部分は明治になってもひなびた農村だった。明治に入り、地域は南葛飾郡亀有村となり、1889年の町村政志向に伴う再編で、その大部分は青戸村と合併して亀青村の一部となった。1919 19年に、 日本式製造亀有工場が1938年には日立製作所亀有工場が進出するなど大正以降特に関東大震災以降に工業地域として発展した1932年に亀青村が東京市に編入され地域は新たに成立した葛飾区の一部となった第二次世界大戦では被害がほとんどなかったため戦後は 都心部から人口が流入し、急速に住宅地化が進んだ。特に江東区、墨田区、台東区、荒川区などからの流入が多く、下町の寄風はこの地に移転したかの感がある。これは葛飾区全体に言えることである。ありがとうございます。